シエスタ、いつもながら早起きだね。いつもは朝からお仕事がありますので、この時間に起きてるんですよ。さすがシエスタ、尊敬するな。そんな私なんてまだ全然。あ、そういえばルイズってまだ寝てる？今のうちに朝の支度をしなきゃ。ガリエールはもう起きてるわよ。ご主人様をほったらかしにしてぐーぐー寝てるなんて、一体何様のつもりかしら。なんで今日に限って早起きなんだよ。普段は寝てる時間だろ。うるさいわね。本当はこのくらいに起きてるのよ。ミス・バリエールは私が起きる前にはもう起きていたんですよ。俺を見張ってたとか。俺はお前がシエスタやハルナのことを心配して見張ってたのか。なんで私が使い魔の行動を逐次監視しなくちゃダメなのよ。第一、サイトは何かをするつもりだったの？いや、そんなことは。そんなことをするはずがありません。ええ、天命に誓って。そう？ならいいけど、もしちょっかいを出していたのなら、それ相応の罰を受けてもらうけどね。そういえば、ハルナはまだ寝てらっしゃるようですけど。私よりこのお寝坊さんがいたみたい。これ全然威張れた話じゃないからな。あの、ハルナさん、あら？どうしたの？シエスタ。ハルナさん、顔色が悪いです。それに、熱も出てるようですし。ヒラガ君、ルイズさん、シエスタさん、ごめんなさい。ちょっと何謝ってるのよ。しっかりしなさいよ。なんだか体がだるくて力が入らなくて。分かったから、もう話すな。ごめんシエスタ、モンモランシーを起こしてもらえないか。はい、わかりました。朝から人を叩き起こすなんて困った人たちね。確かに協力するとは言いましたけど。ごめんな、モモランシ。で、ハルナの具合はどうなんだ？まだ環境の変化に馴染めなくて熱が出ちゃったみたい。昨日体調が良くなっていたみたいなんで油断してたわ。
しばらく安静にしていた方がいいわね。すみません、ご迷惑をかけて。そう思うのなら早く元気になることね。はい。それよりそろそろ授業に行かないといけない時間だわ。あらやだ、早く部屋に戻って準備をしないと。今日はルイズが早起きしたからまだ余裕あると思ったのに。いいから、さっさと授業に行くわよ。引っ張るなって。だから。それにお前着替えてないだろ。あ、すぐ着替えするから部屋から出てって。え、俺が着替えさせるんじゃないの？サイトさん、ヒラガ君、最低ね。え？え？早く部屋から出てって。着替えはシエスタにしてもらうから。はい、わかりました。サイトさん、すみませんが、しばらく部屋の外でお待ちいただけませんか？グズグズしてないで、さっさと出てって。結局遅刻だったじゃねえかよ。ああ、サイトも早く部屋から出てくれなかったから遅れたんでしょ。俺のせいかよ。ミスバリエール、朝から何事かね。ならば良いのですが、もう授業が始まりますから、死後は慎むよう。はい。授業に入る前に皆に注意しておくことがあります。最近爆弾使いについて耳にした者もいると思うのですが。ミスター・コルベール、あのトリスタニアで爆弾を使って破壊活動をしてるってやつでしょ。いかにも、その爆弾使いの話です。ここ数ヶ月にわたりトリスタニアでいくつもの建物を爆弾で破壊、未だに正体がつかめません。学院に被害が及ぶことはないと思いますが、トリスタニアに向かうときは十分注意をするようにとのお達しが来ています。間違っても自分たちで捕まえようなどと無茶をしたりしないように。いいですかな。うわぁ、物騒なやつもいたもんだな。ま、私たちには関係ないけどね。そうだな。朝食食べたいんだけど。はあ？だって結局なんだかんだで起きてから朝食を取る日もなかったじゃん。俺腹減っちゃってさ。夕食まで我慢しなさいよ。何も悪いことしてないのに飯抜きですか。こんなことならシエスタに頼んで何か持ってきてもらえばよかったかね。もう、おとなしくしてないと昼食も抜きだからね。さて、それでは授業を始めよう。前回はどこまで話したのかな。ああ、そうだ、
4つの属性についての概論の復習についてだったね。では今日はそれぞれの属性についてもう少し詳しく説明しよう。君たちも自分の属性については経験からそれなりに知っていることだろうが、それぞれの属性をきちんと把握することは重要です。さすがにみんな熱心に授業を受けてるな。遊んでるやつは見かけないぞ。しまうのが言葉が持つイメージにとらわれ、属性の持つ多様性を自ら狭める行為であり、じゃそういうことで、あとよろしく。したかね、ミスバリエール。あ、いえ、なんでもありません。ちょっと、バカな使い魔がトイレと申しまして。ハルナ、俺、サイトだけど。あ、ヒラガ君、今鍵を開けるね。どうしたの？授業中じゃなかったの？ちょっと様子を見に来たんだけど。大丈夫か？まだ顔が赤いぞ。まずいよ、ちゃんと寝てなきゃ。俺が起こしまったんだよな、ごめんな。あ、ううん、そんなことないよ。あ、いいからベッドに戻って、おとなしく寝てなきゃ。うん。水は洗面器にあるな。で額を冷やせば少しは楽か。うん、ありがとう、ひらがくん。なに、これくらいしかできないけどな。ねえ、ひらがくん。え？ひらがくんが使い魔って本当なの？あのドラゴンみたいな魔物と同じ？まあその辺については話せば長くなるけど、今はルイズの使い魔なんだ。まあ使い魔とは言っても洗濯したり掃除したり、まあメイドさんみたいなもんかな。ルイズさんのメイド？あ、いや、共には剣で戦ったりもしてるぞ。本当にたまにだけど。戦い？危険なことは何度かあったけど、それでもこの見ず知らずの世界で俺を養ってくれてるんだから、まあ俺のご主人様には間違いないよな。ねえ、ひらがくん。話をするけどいいかな。
変な話？まあ、いいけど。ひらがくんって、こっちの世界では女の子に囲まれて随分と楽しそうだね。ちょっと寂しいな。いや、別にそんなに楽しいことなんて全然ないってば。本当ですよ。そうなの？ルイズさんとはまんざらでもなさそうだし、あのシエスタさんとも随分仲良さそうだったけど、なんか日高くんってこの世界の人になっちゃうのかなって寂しくなっちゃった。そんなことないって。たまたま、そう、たまたまそう見えるだけ。そうなの？失礼します。春菜さん、お加減はどうですか？なんでサイトさんがここにいらっしゃるんですか？まさか私やミス・マリエールのいない隙に呼ばれる格好？いや、そんなことしてないから。それにまだ夜じゃないし。そうよ、これは悪い夢、もしくは幻、ただの悪夢。そうよ、そうに決まってるわ。いや、その、春菜の様子が気になってさ、それでついフラフラっと。そうなんですか。授業を抜け出して二人きり。いや、あの、シエスタ？あの、ひらがくんは私のことを心配してきてくれたんです。何もいけないことは。二人きり、誰も見てない部屋で二人きり。シエスタ、あの、俺、本当にやましいことはしてないって。証人もいるし。証人？誰ですか？春菜さんとか言いませんよね？いや、こいつ。おいおいおい、いきなり俺に振るのかよ。なあ、デルフリンガ、俺、ただ部屋に戻ってきて春菜と話してただけだよな。安心しな、相棒は本当に話してただけさ。別にやましいことなんてしちゃいねえ。そうなんですか、安心しました。ほんとほんと、せっかく部屋に二人きり、しかも片方はベッドで寝てるんだ。ちょっとはその気になりそうなもんだけど、まったく解消がねえな、相棒。解消がないは余計だ。とにかくそういうことなんだ。分かってくれた？はい、疑ったりしてすみませんでした。いやいや、分かってくれれば。でも早く授業に戻らないとミス・バリエールがお怒りになりますよ。確かに。春菜さんは私が見ておきますので、サイトさんは授業にお戻りください。そうだな。じゃあそろそろ行くな。ひらがくん、ありがとう。どうってことないって。それじゃあシエスタよろしくな。はい、サイトさん。
な要件なんでしょうね。それは…できないけど、そばにいて安心させることくらいはできるかなって思って。そんなに心配だったの？まあ、ちょっと話をしたあたりでシエスタも様子を見に来てくれたんで、俺はいいかなって戻ってきたんだ。今の教育も結構だが、今は授業中です。静かにしなさい。はい、すいません。さて、話の続きに戻るとしよう。火の系統は4つの系統の中でも特に攻撃的と思われてるが、決して戦闘に特化してるわけでも、また特に強いというわけでもない。4つの系統の中では攻撃に転化しやすいのは確かだが、習熟した使い手同士ならば火、水、風、土の各系統に優劣はないのだ。お言葉ですが、ミスターコルベール、火の系統が他の3つに比べて明らかに優れてるのは確かですわ。うん、ミス・ツェルプスト、君が自分の系統に誇りを持ってるのは承知してるが、この意見はいささか極端ではないかね。ああ、事実ですわ。個人差がありますから、絶対とまでは申しませんけど、最も美しく最も強い魔法を駆使できるのは非系統ですわ。もちろん他の系統が美しくないわけでも弱いわけでもありません。ただ非系統が一番だというだけです。でも中には系統以前のものもいますわね。えゼロのルイズ、久しぶりに頭の悪いことを言ってる人がいるわね。一体どこのおバカさんかしら。あら、魔法も発育も女の魅力もみんなまとめてゼロの誰かさんのことじゃなくって？誰がゼロよ！そんな不名誉なあだ名とっくに返上して！リズ！変な顔して、もしかして逃げる用意でもしてるのかしら。ちょうどいいわ。昨日からずっとイライラしてたのよ。ミス・ツェルプスト、今日こそ決着をつけさせてもらうわよ。あなたにできるかしらね、ゼロのあなたに。二度も言ったわね。もう許さないんだから。
ない先生。え、私がかね。他に誰がいるんですか。お願いですから、あの二人を止めてくださいよ。学院内での主導は厳禁です。ミス・バリエール、ミス・チェルプスト、決闘はやめたまえ。私の見てる前で決闘など許可しません。第一、授業の妨げになる。授業を妨害するつもりはありませんわ。表に出ましょう。それなら迷惑はかからないわ。いいわ、二人だけで決着をつけようじゃないの。こら待ちなさい、ミス・バリエール、ミス・チェルプスト。ダメだ。いかん、いかんぞ二人とも。死闘は拘束で禁じられてるのだ。それでしたら、ミスター・コルベールは何も知らなかったということで。そうですわ、授業中に二人ほど欠席があっただけですから、お気になさらず。行くわよ。言われなくても。あ、もう仕方ねえな。すみません先生、俺言ってなんとか止めてみます。ああ、一つ頑張ってみてくれ。随分と繊維旺盛じゃない。悪いけど今日は手加減できそうにないから。っていうか手加減する気もないから覚悟することね。あなたのその大口もそこまでいくとすがすがしいわね。おいルイズ、キュルケ、いい加減にしろよ二人とも。黙ってなさい。それでなくても今朝からちょっと機嫌が悪いの。あら、春菜のことかしら。どうしてそんなにやきもちさんなのかしらね。なんですって。なんだ。魔法学院とは聞いていたが、大したプロテクトではないな。あの時の魔導士、ここまで追いかけてきたのかしら。何？この学院に侵入してくるなんて。あの娘をおとなしく渡せ。出なければ痛い目を見ることになるぞ。前回痛い目を見て逃げてったのはそっちじゃねえか。まあいい、出せないと言うなら力ずくで聞き出すだけだ。キュルケ、ちょっと待っててもらうわね。こいつらを片付けなきゃいけないようだから。あら、それだったら手伝うわ。こういう無粋な手合いは私大嫌いなの。すれば。何やら愉快な展開だな。ま、娘っ子たちの喧嘩が止んだだけでも相手に感謝しないといけねえぜ。まったくだ、嬉しすぎて涙も出ら。今度は前回のようにはいかんぞ。者ども、かかれ。